事件直後の流城湖の爆破現場流城湖事件は満州事変の発端となる鉄道爆破事件。1931年9月18日、満州の宝天近郊の流城湖付近で関東軍が南満州鉄道の線路を爆破した事件である。関東軍はこれを中国軍による犯行と発表することで満州における。 軍事展開及びその占領の口実として利用した。事件名は、発生地の、流城湖に由来するが、長い間、流城溝事件とも称されてきた。なお、発生段階の事件名称としては、流城湖事件のほか法典事件、9.18事件があるが、その後の展開も含めた、戦争全体の名称としては、満州事変が広く用いられている。 物証として提出された中国軍の防止と、小中1931年9月18日午後10時20分頃、中華民国方店の北方約7.5キロメートルにある、龍城湖付近で、南満州鉄道の線路の一部が爆発により、破壊された。間もなく、関東軍より、この爆破事件は、中国軍の犯行によるものであると発表された。 このため、日本では、一般的に、太平洋戦争終結に至るまで、爆破は、長学寮ら東北軍の犯行と信じられていた。しかし、実際には、関東軍の部隊によって実行された、暴略事件であった。事件の首謀者は、関東軍高級参謀、板垣清四郎大佐と関東軍作戦主任参謀、石原幹事中佐である。二人は共に、 陸軍中央の研究団体である、一石会の会員であり、超作林爆殺事件の計画立案者とされた、河本大作大佐の後任として、関東軍に赴任した。爆破を直接実行したのは、法典トライ主大中流の独立守備第二大隊大、第三中隊付けの河本末森中医ら数名の、日本軍人グループである。現場には河本中医が、 伝令2名を伴っておもき、石膏中の小杉基一軍曹とともに、線路に火薬を装填した。関東軍は自ら守備する線路を爆破し、中国軍による爆破被害を受けたと発表するという、自作自演の計画的行動であった。この計画に参加したのは、爆僚の中では立案者の石原と板垣がおり、爆破工作を指揮したのは、 法典特務機関補佐官の花谷正志翔佐と参謀本部付の長学領軍事顧問補佐官、今田慎太郎大尉であった。爆破のための火薬を用意したのは今田大尉であり、今田と河本は密接に連携を取り合っていた。このほか暴略計画に加わったのは三谷清法典憲兵分隊長と河本中尉の上司にあたる。 第三中隊長の川島隊員など数名であったと、される。ただ、第二次世界大戦後に発表された、花谷の手記によれば、関東軍司令官、本城茂中将朝鮮軍司令官、林千十郎中将参謀本部第一部長立川美寺少将,将、参謀本部ロシア班長、橋本金五郎中佐らも、この暴略を知っており、 三位を示していたという。当時、関東軍は兵力およそ一万であり、鉄道守備に任じた独立守備隊と二年交代で、中殺する内地の一師団によって構成されていた。事件のおよそ一ヶ月前にあたる同年8月20日に、赴任したばかりの本城シュベルを総司令官とする、関東軍総司令部は、両島半島南端の旅順具地区に置かれており、爆料には、 参謀長として、三宅康二少将、参謀として、板垣清志郎大佐、石原幹字中佐、荒井忠夫少佐、武田久志少佐、中野良二大尉が配置されていた。独立守備隊の司令部は、長春市南方の公主令に所在し、司令官は森連中将、参謀は樋口隆史七郎少佐であった。第二師団の司令部は、 宝天南方の両用に設営されており、第3旅団と第15旅団が所属、前者に第4連隊、第29連隊、後者に第16連隊、第30連隊などが所属した。板垣清志郎この爆破事件の後、南満州鉄道の行員が修理のために現場に入ろうとしているが、関東軍兵士によって立ち入りを断られている。また、 爆破そのものは小規模なものであり、レールの片側のみ、約80センチメートルの破損、枕木の破損の2カ所にとどまった。爆破直後に、放天午後10時30分ぎの、長春発大連行の急行列車が現場を何事も、なく通過していることからも、この爆発が極めて小規模だったことがわかる。今日では、爆発は、線路の破壊よりも、 むしろ爆音を響かせることが目的であったと見る説も唱えられている。1931年9月18日から19日にかけて関東軍の攻撃を受けた北大英川島中隊はこの時、宝天の北約1 1トルの文館東南川地区で夜間演習中だったが爆音を聞くや直ちに軍事演習を中止した。 中隊長の川島隊員は分散していた部下を集結させ、北大沿方向に南下し、法天の特務機関で待機していた板垣聖四郎高級参謀にその旨を報告した。参謀本部編集の選手では、南に移動した中隊が中国軍からの射撃を受け、戦闘を開始したと助述している。板垣参謀は特務機関に陣取り、 関東軍司令官大港として全体を指揮、事件を中国側からの軍事行動であるとして、独断により、川島中隊含む第二大隊と法天中流の第二師団不評第29連隊に出動命令を発して、戦闘態勢に入らせ、さらに北大英及び法天城への攻撃命令を下した。北大栄は法天市の北郊外にあり、 約7000名の兵員が駐屯する中国軍の兵舎である。また、市街地中心部の放天場内には、長学寮東北変貌軍司令の執務官舎があった。ただし、事件のあったその時、長学寮は、帰化の精鋭11万5000を率いて、北平に滞在していた。本城茂関東軍司令官と、石原作戦参謀らをもだった幕寮は、数日前から、 長春、公主霊、法天、療養などの視察に出かけており、事件のあった9月18日の午後10時頃、旅順に帰着した。しかし、この時、板垣高級参謀だけは、関東軍の陰謀を抑えるために、陸軍中央から派遣された建川美事少将を出迎えるという理由で、法天に残っていた。午後11時46分、旅順の関東軍司令部に、 中国軍によって満鉄本線が破壊されたため目下交戦中であるという法典特務機関からの電報が届けられた。しかし、これは板垣が,がすでに攻撃命令を下した後に発信したものであった。日本軍の法典入場知らせを受けた本城司令官は当初周辺中国兵の武装解除といった程度の処置を考えていた。しかし、 石原ら幕僚たちが、法天など主要都市の中国軍を撃破すべきという強硬な意見を上進、それに押される形で、本格的な軍事行動を決意。19日午前1時半頃より、石原の命令案によって、関東軍各部隊に攻撃命令を発した。また、それと共に、かねて立案していた、作戦計画に基づき、 林千十郎を司令官とする朝鮮軍にも来園を要請した。本来、国境を越えての出兵は、軍の統帥権を有する天皇の許可が必要だった、はずだが、その規定は無視された。攻撃占領対象は拡大し、法天ばかりではなく、長春、安藤、法王城、栄光など沿線各地に及んだ。深夜の午前三時半頃、本城司令官や、 石原らは特別列車で旅順から宝天へ向かった。これは事件勃発に伴い関東軍司令部を宝天に移すためであった。列車は19日正午頃に宝天に到着し、司令部は宝天市街の東洋宅殖会社ビルに置かれることとなった。法天城内を守る日本兵一方、日本軍の攻撃を受けた北大英の中国軍は、 当初不意をつかれる形で多少の反撃を行ったが本格的に抵抗することなく撤退した。これは長学領がかねてより日本軍の挑発には慎重に対処し衝突を避けるよう在満の中国軍に指示していたからであった。北大英での戦闘には川島を中隊長とする第二中隊のみならず第一、第三、第四中隊など 独立守備隊第二大隊の主力が投入され、9月19日午前6時30分には完全に北大へを制圧した。この戦闘による日本側の戦死者は2名、負傷者は22名であるのに対し、中国側の行き死隊は約300体と記録されている。砲天井攻撃に際しては第二師団第29連隊が投入された。ここでは、密かに、 日本から運び込まれて、独立守備隊の兵舎に設置されていた24センチ、榴弾砲2門も用いられたが、中国軍は反撃らしい反撃も行わず、場外に退去した。午前4時30分までの間に、方典上塞側を呼び、北側が占領された。方典占領のための戦闘では、日本側の戦死者2名、負傷者25名に対し、中国側の行き死体は、 約500に上った。また、この戦闘で中国側の飛行機60機、戦車12台を獲得している。安藤、鳳王城、栄光などでは、比較的抵抗が少ないまま日本軍の占領状態に入った。しかし、長春付近の南霊、環状市には、約6000の中国軍が中途にしており、日本軍の攻撃に抵抗した。日本軍は、 66名の戦死者と79名の負傷者を出して、ようやく中国軍を駆逐した。こうして、関東軍は9月19日中に、満鉄沿線に立地する満州南部の主要都市のほとんどを占領した。9月19日午後6時、本城茂関東軍司令官は、帝国陸軍中央の金谷藩三三坊総長に当てた電信で、 北満も含めた全満州の治安維持を担うべきで、あるとの意見を上進した。これは、事実上、全満州への軍事展開への主張であった。本庄司令官は、そのための参考師団の増援を要請し、さらにそのための経費は、満州において調達できる旨を伝えた。こうして、満州事変の幕が切って落とされた。翌9月20日、法典主張に、 法典特務機関長の土井原賢治大佐が任命され、日本人による臨時姿勢が始まった。9月21日、林千従郎朝鮮軍司令官は独断で混成、第39旅団に越境を命じ、同日午後1時20分、部隊は王緑港を越えて関東軍の指揮下に入った。万宝山事件の衝突現場1928年の 超作林爆殺事件の後、息子の超学良は反日に転じた。超学良政権は南京の国民党政権と合流し、満州では排日事件が多発した。1930年4月、超学良は満鉄への対抗策として満鉄平行線を建設。そのため南満州鉄道会社は創業以来、初めて赤字に陥り、 深刻な経営危機に陥っている。また、小解析の国民党政権は1930年5月に新興業法を制定して日本人の土地と工業権取得を制限したため日本人による企業経営の多くは不信を余儀なくされた。加えて1930年から翌31年にかけての日本経済は世界恐慌の影響によって 危機的な状況に陥り、企業倒産、失業者の大量発生、農村の疲弊など深刻な不景気に見舞われた。当時の日本国民にとって、満州における権益は、日露戦争で、不祖や先人が血を流して獲得したものであり、満毛は、日本の生命線であるという意識が共有されていた。それゆえ、満毛の支配が揺らぐことは、 日本の危機であると捉える国民が多かった。帝国議会で、全満鉄副総裁で、野党立憲政友会選出の衆議院議員、松岡洋介が、満謀は、我が国の生命線であると述べ、立憲民政党内閣の軟弱外交を批判して武力による強硬な解決を主張したのも1931年1月のことで、あった。1931年7月、 万宝山事件が起こっている。韓国併合後、朝鮮半島の農民は、多く日本や満州に流入したが、朝鮮総督府は、朝鮮人の日本への渡航を厳重に取り締まった。一方で、満州への移住は従来通りとしたため、在満朝鮮人が急増し、在満朝鮮人と中国人の関係は紛争の火種となった。万宝山事件は、朝春の北。 三世保万宝山集落の農業用水をめぐる朝鮮人農民と中国人農民との対立に橋を発しており、ここに水路を作ろうとした朝鮮人とそれに反対する中国人が衝突したことに起因する。中国人農民に中国側の警察官、朝鮮人には日本領事館がそれぞれ支援に回ったが、中国人農民が実力で水路を破壊。 日本人警官隊と衝突する事態へと発展した。双方発砲事件も起こったが幸いどちらも死傷者は出なかった。しかし、事件の詳細が誤って伝えられると、朝鮮半島各地で中国人への報復が多数発生し、100人以上の中国人が殺害されて、日中間の緊張を高めた。農業技師と偽って旅行中の中村慎太郎と、 案内役の旅館経営者、伊杉信太郎その1ヶ月前には、参謀本部から、対訴作戦のために、公安連方面の軍用地紙をはじめとする、情報収集を命じられた、中村慎太郎隊が、南と作林の間で、現地と荒木軍の中国兵に怪しまれて射殺される、中村隊事件が起こった。スバルスバル系において、旅館を経営している。 伊ス信太郎予備役総長も同時に殺害された。7月末になって、関東軍が、その殺害の事実をつかみ、外交交渉に入ったが、交渉の進展ははかばかしくなく、関東軍は苛立ちを強めた。中国当局は、表面的にはこの事件を穏便に処理しようとしていたが、本心では、身分を偽っての偵察行為は、スパイ活動であり、 処分は当然ではないかという憤慢があった。一方、日本では、この事件は8月に公表されたが、中村大尉が、諜報活動に従事していたことは伏せられて、報道されたこともあって、参謀本部現役将校の殺害に、国内世論が沸騰した。中国側報道の中に、中村大尉殺害は、事実無根などというものがあり、それが、 日本で報じられたこともあって、中国側の非道を急断し、対中教皇論が一挙に強まって、日中関係が緊迫した。この二つの事件は、日本国民に、満蒙の危機を強く意識させ、満蒙における日本と中国との対立は、一触即発の状態になっていた。さらに、第二次、若月内閣の秀原基重老外相による、 国際協調路線に立つ外交は、軟弱外交と形容され、国民の間では、こうした手法では、万盲問題を十分に解決できないという不満が、強まっていた。石原幹事流上古事件を計画、立案したのは、板垣清志郎と石原幹事の二人であった。上述の通り、二人は共に、一席会の会員で、板垣は二要会、石原は、 木曜会にも加わっていた。1928年1月19日木曜会会合において、当時陸軍大学校の教官だった石原は、我が国防方針という題で講演した。この中で、石原は、日本から、一輪も金を出させないという方針のもとに、戦争しなければならないと述べ、全品を根拠として、遺憾なく、これを利用せば、 20年でも30年でも戦争を続けられるという構想を語った。当時石原は陸軍大学校の欧州古戦士講義においても経済的に貧弱な日本が仮に100万規模の最新式軍隊を出征させ、なおかつ膨大な軍需品を補給しなければならないとしたら国家的破産は必至であり、それゆえフランス革命後のナポレオン・ボナパルトが 大イギリス戦で見せたような占領地の徴税、物資、兵器によって出生軍が自活するような方法を採用し、それをもって中国の軍閥を相当、土肥を一掃して治安を回復すれば、たちまち民衆の信頼を獲得して、目的以上のことを達成できるととき、戦争により戦争を養う本史を説明した。 こうした現地時給の発想は、異性者や実務官僚を説得する際のロジックとしては、大きな効果を有していた。その石原が関東軍参謀作戦主任として赴任したのは、1928年10月のことであった。石原は、翌年5月の板垣の着任を待って、具体的な行動を取り始める。1929年7月。 関東軍の北満参謀演習旅行が実施された。立憲政友会を与党とする田中義一内閣の末期、中東鉄路をめぐる中祖紛争が起こった約1ヶ月前のことである。ここで石原は国運展開の根本国策たる万能問題解決案を呼び、関東軍万能領有計画を参謀たちに提出した。石原は、 この中で、万盲問題の解決は日本が、同地方を領有することによって、初めて完全達成せらると主張し、前期目的を達成するためには、台米戦争の覚悟を要す、適時品本部の要部をも、我が領有下におけ、くと述べている。万毛領有方針は石原によって、関東軍に持ち込まれ、そこには、台米戦争を予言する文言も含まれていた。 日米戦争とは、石原の戦争主観によれば、将来、西洋の代表たる米国と東洋の選手たる日本間の総破戦が世界最終戦争として起きるというものであった。石原は、東洋を代表する国としての資格を獲得するためには、国防上の拠点であり、朝鮮統治及び中国指導の根拠でもあり、さらに、 不協打開にとっても重要な意味を持つ万能問題の解決が必要であると説いた。そして将来の日米最終決戦の準備のためには国家を借りて対外発展に突進せしめ途中状況により国内改造を断行するとして対外戦争を突破口としての国家改造をも寄としていたのである。さらに石原は万能問題解決案において 万毛の合理的開発により、日本の景気は、自然に回復し、有識失業者また救済せらるべしと、記し、金融強行以降の不況の解決と失業者の、救済を訴えた。ただし、一方では、万毛は、我が人口問題解決地に適さず、資源また大日本のためには、十分ならざるものだとの認識も示しており、従って、品本部の、用途をも、 日本の領有化におき、東和の自給自足の道を確立する必要があるとも考えていた。独断で朝鮮軍を出動させ、越境将軍と呼ばれた林千十郎石原としては、ソ連がまだ軍事的に弱体なうちに、なおかつ中国とソ連の関係が最悪な時を狙って、日本とソ連が対峙する防衛ラインを短縮させる方向で、 頂上戦以北の地を占領し、包括的に支配することを目指したのであった。ソ連が弱体なうちに北満州まで獲得してしまえば、防衛ラインが短縮するだけでなく、ソ連はしばらくは出てこられないであろうとの楽観的な見通しに支えられていた。石原の力説するところによれば、中国には近代国家を作る力に乏しいので、日本の指導の下で、 中国の発展と東洋平和を期すべきなのであり、その意味からは日本が満蒙を領有することは正義であり、しかも日本にはこれを決行する実力があるというものであった。そしてこの地域をなぜ支配しなければならないかといえば、あくまでもアメリカとの最終戦争に必要だったからである。満州事変は一見すればソ連の軍事的脅威。 中国のナショナリズムという脅威という目前の事態に対処するために起こされたようにも見えるが、対局的には将来的な国防上の必要に貫かれて導かれ、その結果として引き起こされたものであった。そして満州に中国本部と切り離した独立政権を作ることは、旧カ国条約や不戦条約にも違反しないと考えられたのであった。石原は、 以上のような計画を実現するために、板垣聖志郎と図って1931年には、関東軍に調査班を設置して、事変の準備を急いだ。板垣は、石原のような思想家ではなかったが、石原構想を高く評価した。同年5月には、石原によって、万網問題試験が作成された。それによれば、万網問題の解決策は、万網を 我が領土とすることであり、戦争計画の対抗を立てうるにおいては謀略により、機会を作成し軍部主導となり、国家を合意することとして、謀略による満州領有計画の実行をも決めていた。この段階では、世界強慌の波及が、方針実行の絶好の機会であることも強調された。石原の日記によれば、1931年5月31日に、 板垣、石原、花谷、今田は、満鉄攻撃の暴略に関する打ち合わせを行っており、6月8日には、方天暴略に主力を尽くすことで、意見の一致を見ている。このように、石原、板垣らは、1931年6月初頭には、龍城湖での暴略から、軍事行動を開始すべく計画、準備を本格化し、9月下旬の結構を、 申し合わせていた。作戦行動としての満州事変は、北満秘密偵察旅行などの知見に基づいて、綿密に企画、周到に準備されたものだったのである。事変勃発時には、河北の国民革命軍第13措地軍を、買収して、反乱を起こさせ、満州中流の長学寮の軍隊、約20万のうち半数を超える。 大部隊を艦内へとおびき出して、満州を手薄な状態にするという工作も実行され、こうそうした。タイム1931年10月12日号の表紙に掲載された、しで原ら十郎以上のように、石原、板垣らは9月下旬の暴略の決行を予定していた。ところが、9月初旬、東京の外務省に、関東軍の焦燥士官が、 満州でことを起こす計画があるという情報がもたらされた。9月5日、締原喜重郎外相は、栗原ただし外務省文書課長にもたらされた情報を元に、法典総領事の林久次郎に対し、関東軍の板垣らが近く軍事行動を決行する可能性がある旨を知らせ、注意を呼びかけた。国内では、 外務省の谷正幸アジア局長が陸軍省の小磯、国明軍務局長にその審議を問い合わせた。また、9月11日には、昭和天皇から、陸軍大臣の南二郎に対し軍旗に関する、家門がなされた。これは、陸軍の動きを危惧した元老の西園寺金持ちの、意向によるものであったという。外省殿に対して、法典の林総領事は、 厳重注意中であるが、今のところは、そのような、不穏な動きは見られないとの変電を、一旦は送っている。9月14日、関東軍の三宅工事参謀長から、陸軍中央の立川日次参謀本部第一部長らに、大使現状視察の依頼があった。陸軍中央の首脳部は、天皇の意向も考慮し、関東軍の動きを牽制する意味もあって、立川の満州行きを決めた。 さらに翌15日、法典の林久次郎総領事は、緊急情報として、関東軍が、軍の集結や弾薬資材の搬出などを行い、近く軍事行動を起こす形成にあることを、締原外相に伝えた。これは、満鉄理事であった五道卓夫からもたらされた情報に、基づく林の判断であった。合わせて、林は、総領事館職員に対しては、 厳重な警戒を怠らぬよう指示している。林総領事からの緊急情報を受けた、紫出原外相は、すぐさま南陸省に対し、このようなことは、断じて目下するわけにはいかないと強く抗議した。南ら陸軍首脳は、この申し入れもあって、改めて、立川省省に、武力行使を差し控えさせるように指示した。この時点で、立川自身は、 石原らの計画の一部については、すでに知っており、実行の期日を9月27日と考えていたという。こうした、軍中央の動向について、東京からの情報を得た、石原、板垣らは、計画の中断を恐れ、当初の予定を変更して、急遽決行日時を、約10日繰り上げ、9月18日の夜とした。軍首脳の意向も度外視して、 左官クラスの青年将校が実力講師に及んだ点では、まさに下国城を表す現象であった。9月18日、常述のように、立川少将は、満州で、暴略事件が起こるのを抑える任務を帯びて、安藤経由の列車で密かに法典に入っていたが、司令官一行が旅順に帰った後も、板垣は法典に残り、立川を両亭で冷水させた。また、 東京に出かけていた法典特務機関長の土井原、健事は、朝鮮経由で、法典に戻る社中にあった。土井原は、暴略の詳細については教えられていなかったが、陰謀に加わった。あなたに正しい詳が機関長代理の任にあった。こういう状況の中板垣は、事件当日の夜、土井原不在の法典特務機関に陣取ったのである。 結構の夜、事件を知らせる電話が、法典特務機関から法典総領事館にもたらされた。林総領事は、知人の葬儀に出席して留守だったため、林の部下である、森島森と領事が、特務機関に急行した。ここで、森島は、外交的解決を主張したが、板垣高級参謀は即座に、すでに東水権の発動を見たのに、総領事館は東水権に要介。 干渉するのかと同喝した逸話はよく知られている。同席していた、花谷特務機関補佐官も抜刀し、東水県に要介する者は容赦しないと森島領事を威嚇した。帰還後の森島は緊急連絡により、総領事館に戻った林総領事に一切を報告した上、東京への電報や、在満居留民保護の措置を取った。 事件の発生した9月18日の午後11時15分、中国側の交渉所日本課長より在宝天日本、総領事館に日本兵が北大英を包囲しているが、中国側は無抵抗主義を取る、胸の電話があった。午前0時、午前3時頃にも、同じく交渉所の日本課長より電話で、中国側は全然無抵抗の態度を取っているゆえ、 日本軍が攻撃を停止してくれるよう申し入れがなされた。同様の申し入れは、増式、武士良寧省政府主席や超金白東山省最高顧問からもなされたが、これらはいずれも、超学料が一万一の場合は、日本軍に対し絶対無抵抗主義を取るよう全軍に指示していたためであった。法典総領事館の林久次郎総領事は、 板垣高級参謀に対して電話をかけ、中国側は無抵抗主義の姿勢を明らかにしているのであり、日中両国は交戦状態にあるとは言えないとして外交的解決の採用を勧告したが、板垣は中国側が攻撃を仕掛けてきたものであり、そうである以上徹底的に叩くべきだというのが軍の方針であると答えている。しかも板垣は、諌めた。 総領事官職員を、東水県に口を挟むのかと軍刀を抜いて脅したという。林総領事は、しでは重老外務大臣に、至急の極秘伝を送り、関東軍は、満鉄沿線にわたり、一斉に、積極的行動を開始せんとする方針と、推察される旨を伝えている。これは、様々な情報を総合すると、関東軍の行動は、単に、 中国軍に対する自衛的な反撃にとどまらないという見方によるものであった。林は政府が大至急関東軍の行動を制止する必要がある旨をしで原に進言しており、さらに別電ではこの事件が関東軍の暴略である可能性も示唆している。政党内閣を守ろうとした第二次若月内閣の首相若月礼次郎陸軍中央に 事件勃発の第一報が届いたのは9月19日午前1時7分であった。これは法典特務機関の花谷少佐が18日午後11時18分に発信したもので中国軍の満鉄船爆破と第二大隊の出動を報じるものであった。事件を知った陸軍中央では19日午前7時より各機関の首脳が参集し事後対策を協議した。 集まったのは、陸軍省から、陸軍次官杉山元軍務局長、小磯国明、参謀本部からは、参謀次長二宮春茂、総務部長、梅津吉次郎、第一部長代理、今村仁、第二部長、橋本虎之助らであった。ここで、小磯軍務局長が開港一番に、関東軍の今回の行動は、全部死闘のことなりと発言したが、 誰も反対はしなかった。兵力増援の必要性も同時に了解され、今村第二二課長が増援計画を立案することとなった。8時30分、朝鮮軍の林千十郎司令官より飛行隊に中隊を増援させ、さらに混成一旅団の法典派遣を準備中との連絡。また、10時15分には、朝鮮軍の鉄道輸送の開始報告の連絡が入った。 国外出兵の場合は、閣議において、経費支出を認めた後法直命令の伝染手続きを必要とするので、参謀本部内には、林の措置は妥当でないという意見が大勢を占め、越境派兵を見合わせるよう指示した。これに対して政府は、19日午前10時に、緊急の閣議を招集した。閣議に、先だって第二次、若月内閣の首相。 若月霊次郎は、南次郎陸軍大臣に、関東軍の行動は真に、軍の自衛のための行動かと念を押し、南は、元よりしっかりと答えた。この時、もしこれが、日本軍の陰謀によるものなら、世界に対する日本の立場は困難になることを、指摘した。閣議では、南陸省の状況説明の後、締原外相が外務省筋で得た。 各種情報の朗読があった。締原の報告は、この事件が、関東軍の暴略であることを厳外に示唆しており、閣議は、陸軍の説明に懐疑的な雰囲気となって、南陸省は、満州への朝鮮軍増援を内閣に定義することが、できなかった。閣議は、陸軍含め、事変不拡大の方針を決めて散会した。若月内閣の陸軍大臣であった。 南次郎19日午後1時30分、若月首相は参大し、内閣の不拡大方針を昭和天皇に創上した。この時若月は、軍の出動範囲拡大については、必ず閣議を経た上で再加していただくよう願う旨、付け加えた。陸軍では午後2時から陸軍三長官会議が開かれ、南陸省から、 参謀総長の金谷藩三都教育総監の武藤信義に閣議決定を伝え、それを南自身合意したことを伝えた。陸軍主流派に属していた金谷は事件処理について必要以上とならぬよう全省することを本条関東軍司令官に訓練しており、会議でも球体に服する必要ありとの見解を示した。南陸省とは、 東京出身でもあり、南に協力的であった。南もまた、本庄司令官に大使事変不拡大方針に留意して行動するよう訓練した。金谷参謀総長の球体に服するという所見について、今村第二に課長は不満であった。今村は、矢はすでに弦を放たれたるものなり、これを中途に抑えて球体に服せんとすれば、 軍隊の式場に及ぼす影響台にして、国軍のため優々式大事なりと、新図と延べ球隊復帰反対を上進した。金谷は動かなかったが、二課では球隊復帰は断然不可とする前後策を起案し、参謀本部首脳会議の了承を得た。そして、もし内閣が関東軍を球場に復帰させようとするなら、陸軍大臣は職を落とすべきであり、 そのために政府が瓦解しても、いささかも懸念する要なきという強い方針が確認された。一方、若月は、参謀総長が、天皇に直属し、内閣の統制外にあることから、元老、西園寺金持ちや、その影響下にある、宮中重臣らの協力を得て、朝鮮軍の満州派兵を食い止めようとした。若月は、西園寺の政治秘書、 原田熊雄を通じ、区内大臣の一聞き特労、自重長の鈴木幹太郎、内大臣の牧野信明らに協力を要請したが、閣議によって、陸軍を抑える以外に、術はないなど、消極的な姿勢を示した。翌9月20日、午前10時より開催された二宮、三宝寺長、杉山陸軍次官、教育総監部の荒木貞夫本部長の首脳会談では、 三人は、流浄庫事件をもって、万毛問題解決の糸口とする旨を表明、政府東海も意に解せずとの強行方針を確認にして、球体復帰断固阻止を申し合わせた。一方の原田は、宮中の重臣らが、若月の協力要請に対して、消極的であったことを、若月首相に伝えた。ただし、この日の午後2時、金谷参謀総長は三大し、 天皇に対して、これまでの戦闘経過と各地の軍の配備状況を報告するとともに、将来については、閣議決定を尊重する旨を、はっきりと想像した。9月21日午前10時からの閣議では、関東軍が治安維持に必要な行動以外に軍政を実施すること等の禁止が決定され、万能問題の一平解決が必要であることで合意した。 しかし、今後の関東軍の体制については、現状維持と、旧体復帰で意見が割れ、南陸将らは、現状の選挙状態のまま、中国と交渉することを主張したのに対し、市原外将らは、選挙を解いて、交渉に移るべしと主張して、議論は、平行線をたどった。閣議では、この日午前に始まった関東軍の吉林派兵が、問題となり、 閣僚全員が派兵に反対した。南陸省が不穏な現地の状況を説明して、派兵の必要を訴え、吉林以外には派兵せずと言明して、了解を得た。さらに、南陸省より満州への朝鮮軍増援の定義があり、若月一人増援の必要を認めたが、他の閣僚は、国際連盟で問題とされる可能性があることや、 関東軍の球体復帰時に困難を引き起こす危険性があることなどから、阿ぼ清和解消を含め、全員が不要論に立った。昭和天皇閣議でこの議論がなされていた午後3時半頃、朝鮮軍より越境開始を知らせる参謀総長宛の伝聞が到着し、直ちに陸将より閣議に報告された。林千十郎司令官の命令による、独断に越境であった。 一軍の司令官が天皇の命を待たず、部隊を国外に動かすことは重大な、軍令違反であり、陸軍警報では死刑に相当した。若月首相や井上淳之助蔵将は、閣議の席上で大いに憤慨した。この話を後で聞いた、鈴木自重長も、五歳下なしに軍隊を動かすことは、けしからんと起こったという。午後六時、金谷参謀総長は、 単独の役上層によって、朝鮮軍独断越境について、天皇の採下を得ようとして散大したが、それには事前に、首相の承認を必要とするとのなら竹次、自重部官庁、鈴木自重長らの助言、及び、同様の趣旨からの永田鉄山ら軍事課の反対により、これを断念、独断越境についての報告と陳謝を行った。その夜、杉山陸軍次官が、 若月首相を訪ね、独断越境について、閣議で承認する旨を今晩中に天皇に、創上してほしいと頼んだが、若月はこれを断った。9月22日午前9時半、若月が散大した際、昭和天皇より、政府の事変不拡大方針は至極妥当と思うので、その趣旨を徹底する、よう努力せよとの言葉をかけられている。若月は、宮中で、 金谷参謀総長に会い、金谷からは独断派兵について、閣議の決定を経なければ、天皇の最下を仰げないので閣議の決定を経た、形で上層してもらいたい旨を依頼されたが、若月はこれを断り、総理大臣官邸での閣議に向かった。閣議では、若月は天皇の言葉を南陸省を含む全閣僚に伝えた上で、独断出兵の処理を議題としたが、 この時点では、出兵に異論を唱える閣僚はなく、一方で三位の意思表示も全くなかった。結局、若月内閣は、朝鮮軍の出動とそのための戦費支出を、自己承認して、正式派兵とした。閣議の後、若月首相は、三代、天皇に上奏し、南陸省と金谷参謀総長も、部隊の満州派遣を上奏して、上裁を得て即座に、 関東軍、朝鮮軍両司令官に包括連戦した。若月首相は、こういう情勢になってみると、自分の力で軍部を抑えることはできないと語ったと言われる。日本国内の各新聞は9月19日付の号外で、事件勃発を報じたが、ラジオの19日午前6時半、臨時ニュースとして、これを伝えた。 事件の翌々日にあたる1931年9月20日付、神戸新聞には事件に対する市民の声が掲載されている。それによれば、というものであった。一般の日本国民は満州人編における関東軍の行動を熱狂的に指示した。当時の児童の作文などからは湧き上がってくる軍国熱とともに不安や緊張も綴られている。当時、 上述の中国側の無抵抗方針や現地の法典総領事の判断や見解は一切報道されておらず、その点ではマスメディアの報道のあり方にも問題があった。もとより少数ながら事件に対し批判的なメディアもあった。石橋丹山の東洋経済新報は中国国民の覚醒と統一国家建設の要求はやみがたいものであり、 力でそれを屈服させることは不可能だと論じた。小介席案内場外方針の下小理に訴えることを選択した国民政府主席で行政委員長であった小介席は日本との戦闘は回避し、1931年9月21日満州問題を国際連盟に提訴した。しかし、国際連盟は当初日本の軍事行動に対して、 何ら有効な行動を取らなかった。帝国主義列強にとって中国の共産主義とナショナリズムの方がむしろ大きな脅威であり、当初日本に対し融和的な姿勢を示したのである。ソビエト連邦も計画経済の実施と農業集団化の推進に国力を傾注しようとしており、事件には不干渉の方針を取った。しかし満州での人変拡大は 中国民衆の激しい抗日感情を生み、至るところで抗日救国が拘合された。上海では9月24日、学生10万、港湾労働者3万5000がストライキを行い、26日には市民20万人が参加して抗日救国大会が開かれ、対日経済断交が決すられた。北平でも9月28日に20万を超える市民が、 抗日旧国大会を開き、政府に対日参戦を要求、さらに市民による抗日義勇軍編成が決議された。日本商品ボイコット運動も広範囲に広がり、日本の対中国輸出を激減させた。中国民衆の中でこうした強く激しい抗日感情が長く続いた背景には、中国ではこの年の7月から8月にかけて、 上高流域で大水害が発生し、家を失い、飢餓と寒さに苦しむ1500万人以上とも言われる、被災者の救済に、社会的関心が集まっていたからでもあった。そして、後日休国の運動は、翌1932年1月から3月の第一次、上海事変でも、強い高まりを見せたのである。愛新桜不義流状小事件は、 満州事変へと拡大し、若月内閣による不拡大方針の声明があったにもかかわらず、関東軍はこれを無視して、戦線を拡大。1931年11月から翌1932年2月までに、父春、金州、春ンなど、満州各地を占領した。その間、若月内閣は、 閣内不一致で1931年12月に大陣代わって立憲政友会の犬飼武氏が内閣を組織した。関東軍は満州より超学良政権を排除し、1932年3月には、新朝最後の皇帝であった愛新閣羅不義を失勢に据えて満州国の建国を宣言した。犬飼内閣は、 満州国の承認には応じない構えを見せていたが、同年5月の5.15事件では、犬飼首相が暗殺されて、海軍軍人の斉藤実に対面が下ると、斉藤内閣は、政党勢力に協力を要請して、挙国一致内閣を標榜、軍部の圧力と世論の突き上げによって、満州国承認に傾き、同年9月には、日満議定賞を結んで、 満州国を承認した。一方の中華民国は、これを日本の侵略であるとして、国際連盟に提訴した。列国は、当初、事変を、ごく特的なものと見て楽観視していたが、日本政府の不拡大方針が遵守されない事態に、次第に、不信感を募らせていった。1932年1月に、関東軍が、 超学料による仮政府が置かれていた禁衆を占領するとアメリカ合衆国は日本の行動は自衛権の範囲を超えているとしてパリ不戦条約及び旧加国条約に違反した規制事実は認められないとして日本を非難した国際連盟は1931年12月10日の連盟理事会決議によって 1932年3月、満州問題調査のために、イギリスの立ン伯爵を団長とする、立ン調査団を日本と中国に派遣した。調査は3ヶ月に及んで、同年6月に完了、同年10月には調査の結果を、立ン報告書として提出した。その報告書において、9月18日及びそれ以降の、日本の軍事行動を自衛とは認められないと、 結論づけている。この事件の発生地は、独立守備隊の不評、第二大隊第三中隊の龍城湖文献隊の、弊社北方約 1.5km 地点であり、その周囲の地名は、龍城湖であった。しかし、この爆破事件を呼び、事変全体を作謀した一人であり、9月18日東野に、軍事行動を指令、指揮した、板垣聖志郎は、 事件の知らせを聞いて駆けつけた、法典総領事館の森島領事に対し、発生地を意図的に柳、上皇と伝え、複数のマスメディアに対しても、そのように伝えた。理由不明ながら、その時点で、発生地名はいわば、捜作されたのである。満鉄の記録でも9月19日から、柳、上皇が、柳、上皇に訂正された。9月24日、 内外マスメディアに対し、事件を説明したのは、第二大隊長の島本中佐であったが、板垣発表と祖語を来さないため、自分の守備範囲の地名を、柳、上皇という虚偽の形で示さざるを得なかった。しかし、柳、上皇が、事件発生地として、一躍有名になった一方で、本来の地名は、流城庫であり、文献体の存在もあったので、 関東軍内や陸軍部内でもすぐに、柳、上古に訂正された。1932年の満州国建国後は、ご族にとっても、親近感のある、柳上古に徐々に改められ、1935年の参謀本部編、満州事編史でも、柳、上古と表記された。ただし、その後も、軍部においても、柳、上古の表記はかなり見られた。 満州国では1936年以降、新聞でも柳、上古に修正したが、日本国内では、マスメディアの柳、上古への修正は1940年以降となった。やがて敗戦のために、この修正の事実そのものが忘れられ、一方、極東国際軍事裁判などでは、発生段階の柳、上古事件が使用されたり、法典事件、 法典事変の名称も正式名称的に用いられるなどしたため、龍城湖の地名はしばしば忘却されたのである。日本近現代史の研究者である武蔵大学教授、島田敏彦は1967年、基本資料の発掘に伴って、発生地の本来の地名が龍城湖であることを再発見。1970年には、改めてその事実を指摘し、 流状湖事件の故障を提唱した。しかし、当時は、有物史観全員制で、15年戦争論の立場に立つ、研究者が優勢で、防衛庁の資料なども用いて、史実の多様な側面を講求しようという島田の研究は、故障問題を含めて無視された。その後、1981年に、中国で公表された、助菌東、応援論文に、 龍城湖事件とあったため、日本では、女王の当該研究を契機に、龍城溝の誤りが正されて、龍城湖になったとする見解が流布した。山田勝義はしかし、それについては島田の研究が先行していることを強調した上で、事件直後の経緯を考慮すれば、龍城溝事件も決して単純な誤りではなかったとして、龍城湖事件の表記を提唱している。 なお、山田は、島田の研究が無視された経緯について、さらに関係研究者の文章に即して検討した、満州事変発生地名の再検討世論を公表し、それら関係研究者が、意図的に、島田説に言及しなかった可能性が高いことを、具体的に指摘している。今日では、本来の発生地名を冠した、流情湖事件が定着している。ありがとうございます。